熱傷、熱傷とは、火や高温の液体などの熱、放射線、化学物質、または電気の接触によって生じる損傷を言う。通称は火傷である。より低い温度で長時間さらされることによる低温やけどもある。化学物質、放射線などが原因で生じる組織の損傷は、化学損傷という。症状はその重症度で診断され。 強い日焼けなどは一般に、アイド、それ以上では、朝立ち性イード、新達性イ度、ド、イードまでの診断基準が一般的である。朝立ち性イードでは、発石に加え水泡や腫れを生じ傷跡は残らず、新達性イードからやや白くなり、痛覚も損傷し、イードでは白や茶色などに変色し痛覚も、やられているため逆に無痛となる。 手のひらが全身の1%とされる。E 度で15%、E 度で2%以上で入院が考慮される。応急処置は、直ちに水道水など20分ほど冷やすことであり、濡れタオルなども第二の選択肢となる。冷やした後のラップは、応急のドレッシング剤として優れている。一般に 1cm 以上の水泡を除去し、予防を目的として、 抗成物質の投与を所定とするのは推奨されていない。火けを負うドレッシング剤は、理想的には、湿潤環境を維持し、形を合わせやすく、非粘着性であり、付け外しやすく、それは、痛みなく、行え、感染から保護され、費用対効果がいいドレッシング剤が適する。治療は、朝立ち性ードでは湿潤環境で、保護。 より深度が深い場合には食費など他の治療も考慮される。熱傷、火傷の8割は家庭での生活、部屋、台所で起こるとされる。原因別には食品類、熱湯、湯含む、ストーブ、電気ポット、花火、電気アイロンが上位5位を占める国民生活センター。乳幼児、3歳以下の家庭内事故では熱傷が最も多い。 テーブルクロスや熱い食品類、熱湯、湯含む、加湿器、温水器その他に近づけない。口述の低温熱傷、低温やけども危険である。安全対策が重要である。可燃物、灯油、ガソリンなどの安全管理の徹底、焚き火や花火の際に安全を考え、バケツに水を用意する。子供だけで火器、ライターを含むは使わせない。 高齢者が緩い服装で調理をしない、気づかず着火する。など。ガソリンは極めて容易かつ激烈に発火するため、セルフガソリンスタンドなどでは厳格な取り扱いを徹底する。ストーブ、ガス器具も同様である。オートバイや自動車のマフラーにも注意する。ガス器具の爆発、ガソリンによる着火、建物火災に巻き込まれたり、 何らかにより髪や衣服に火が燃え移った場合などにおいては、熱傷が重度、広範囲にわたる場合が多いため、重篤な症状あるいは死亡につながりやすい。直ちに応急処置と救急車要請が求められる。温熱熱症の一つ。皮膚表面に赤紫色の網目状の模様を呈することから、代理師様側藩とも呼ばれる。低温やけど、日だこ。 なもみなどの別称がある。低温熱源に長時間直接接触、あるいは、副射熱により皮膚表面に近い表在性血管が、持続的に拡張によって発症し、発症までの時間は、接触部の温度が摂氏44度だと、約6から10時間で受傷するが、熱源がより高温になるに従い短時間でも、受傷する。炉や等の職業従事にすることも、 あるが、一般人が日常生活で使用する炉や、陶器の暖房器具、こたつ、湯たんぽ、回路、ストーブなどで長時間暴露されることでも発症が見られる。温度調整が可能な電気こたつ、電気毛布、ホットカーペットなどで、比較的低温に設定している場合でも、熟睡や運動不随、高齢による、近く緩慢、泥水、一酸化炭素中毒、糖尿病による、 循環器不良などで無知覚なまま受傷してしまうケースも多い。体温調節が未発達な乳幼児では合わせて熱中症の危険も伴う。近年ではノートパソコンを膝上に乗せて長時間使うことで仮面からの放熱で受傷したり、キーボードやパームレストからの放熱で手のひらを受傷してしまったとの報告がある。低温熱症は極端に熱源の接触時間が長いため、 発赤や水泡形成だけに見えても深部に深い損傷を負っていることが多い。睡眠時は痛みに気づかないため進達性 E ド DDB まで傷を負い、さらに進行性に深くなり E 度 DB まで達することも稀にはある。深くなる理由としては、皮膚の血流量より脂肪層の血流量が少なく、皮膚の血流で受傷したはじめが冷やされて軽症に、 見えても、死亡では血流により冷却されないことが挙げられる。化学熱症、ケミカルバーン、化学損傷、ケミカルインジュリーは、薬称とも称され、3、アルカリなどの化学薬品による損傷。数時間にわたって徐々に組織が、エッソ、ギャングリーンするのが特徴。人体を含め、多細胞生物の細胞はごく限られた環境でしか、生存できないので、 化学物質にさらされて、体表の細胞の機能が損なわれると、結果として熱傷と同じ状況になる。粘膜以外の皮膚表面では、角質層に覆われているため、付着した量や角質層に対する透過性の差が、化学的腐食の強度の差として現れる。電撃症、エレクトリックルインジュリーは、電流による損傷。 電流への抵抗によって生じる摂取5000度ほどの熱で組織が破壊される。また、組織が出す水蒸気により内部からの水蒸気爆発により損傷する。重症度は電圧、電流、電動体への接触時間に左右される。交流電源は直流電源より危険度が高い。筋損傷、血管損傷、心停止、心室細動の恐れがあり。 また、絶縁後も進行性癒種が見られる。主に深部組織が損傷するため、体表からの観察で重症度を判定するのは困難である。放射線熱症、ラジエーションバーンは放射線被曝による損傷。抗線量の放射線により皮膚を構成する細胞や血管が障害され、熱症に類似した症状を呈する。 格焼けとも言われ、チェルノブイリ原子力発電所事故で消火活動に当たった消防士に見られた。日焼けも厳密に言えば熱傷である。太陽光線に含まれる紫外線 UVA、UVB に暴露すると皮膚組織の破壊が起こる。日焼けといえども、照射時間、範囲の遺憾によっては渋滞なる可能性がある。また放射線の熱傷は、 染色体破壊など遺伝子レベルで損傷を受けていることがしばしば見られる。熱傷の重症度はその深さと面積で決定される。皮膚は表皮と神秘からなる。熱傷の深さは皮膚のどの層まで損傷が及んでいるかで表される。愛度は農作業、日光浴など太陽への曝露によって起こり、最も外側の皮膚、表皮が火傷した場合である。肌は そのままであり、赤く、暖かく、触ると痛い感じ、水泡はないか小さい。いい度では、皮膚の第二層である神秘まで達しており、非常に赤く、水泡があり、非常に、痛く、腫れもある。一般に7センチメートルより小さい場合、軽症とする。これより大きいか、顔、目、関節など、身体機能に関する部分を含んでいる場合、外観や、 機能の喪失の懸念のため医学的な注意が必要となるため救急に行く。E 度では皮膚のすべての層に達しており、皮膚は黒や白くなり乾燥し、永久的な損傷を起こす可能性がある。大きさにかかわらず、直ちに医師によって評価される。SDB、DDB は水泡を作る点で共通であるが、 犯痕を残すか残さないかの点で予後が異なる。皮膚が薄い場合、初期の判定が困難で、受傷後数日から2週で判別するケースもある。通常、ピンセットなどで患部を圧迫し、ピンセットを離した時白くなった部位が元に戻ったら、SDB、そのまま血流が届こう白かったら、DDB である。また、一般論として、DDB から食費を治療法として検討するが、 救命や感染対策以外の目的で手術を行う場合は、年齢、部位、面積、社会的背景などを考慮する。DDB との見極めは、受傷後数日あるいは手術時に判明するケースもある。日本熱症学会では、熱症振動を IEE 度と分類する。日本熱症学会でいう e 度熱症を EE4V 度と細分化して表記する場合も見られる。 熱症面積にアイド熱症は含めない。熱症面積は EE 度熱症で計測する。単位はパーセントビッサ、ビッサ、ボディーサーフェイスエリア。熱症面積を大まかに計測する方法として、以下の法則がよく知られている。EE 度以上の熱症面積が成人の場合20%、小児の場合10%を超えると重症化するため、 速やかに医師の処置を受けねばならない。精密な熱症面積の計測には、ラアンドブラウダーの法則が使用される。火災などで、高温の気体やすすを吸い込んだ場合、上気道や気管に熱症を負うことがあり、これを軌道熱症、軌道損傷、インハーレーションインジュリーと称する。熱症を負った軌道は徐々に不死を起こして狭窄し、呼吸ができなくなるため非常に危険である。 軌道の熱傷は外見からは分かりにくいので特に注意が必要である。軌道熱傷の恐れがある場合は一見、全身状態が良くても後から軌道強作を起こす場合があるため相関の必要がある。強作を起こした状態での相関は困難もしくは不可能である。軌道熱傷の可能性を示す兆候として、高校、ビクのノススの付着が挙げられる。いずれも治療上の目安であり、 現実の判断は医療機関により異なる。基礎疾患群、循環器系、糖尿病、慢性人他はより重症と捉えるべきである。ビッサ、ビ、プビーの正確な算出には形成外科医により機関を要することもあるが、重症熱症につき受診時白血玉数が入院死亡率と相関性があるとする報告がある。日本国外でスコートンを採用するところもある。 アースの基準、ビッサ、ビ、プビーともトリアージへの使用を意図していない。アーツ CP、マンクリフ JA、ザ、トリートメントオブバーンズ、W.B. サンダースフィラデルフィア e 1969,94から98。バーンインデックス、ビ。下記を満たす場合を重症熱症とする。プログナスティックバーンインデックス、プビー。 直ちにぬるま湯や水道水12から18度で冷却し、熱を除去し、火傷の進行を防止するがまた、痛みを緩和し、清潔にすることにもなる。濡れタオルなどは第二の選択肢となる。氷や非常に冷たい水は血管収縮を起こし逆に傷を深くする可能性があり避けられる。化学熱症では pH が正常となるまでより長い流水を必要とする。 目は、厳禁された、生理食塩水で十分に洗う。目は、水道水でも良い。広範囲、あるいは内ももなど体幹を長時間冷やしすぎは、不整脈や意識障害を起こす場合もある。寒くて震え始めたらやめる。イギリスの熱症学会の2015年の声明では、流水時間は5分でも30分でもなく、20分が最適とし、また子供の低体温の注意を促している。 流水は早いほど良いが、3時間以内まで有益である。衣服や装飾品を外す。日本皮膚科学会の2017年のガイドラインは、小範囲では水治療を推奨するが、広範囲重症では、公共施設などでは感染の原因ともなるため、感染対策を施した上で推奨している。国際的なガイドラインでは、冷やした後、ラップなどのドレッシング剤を用い、 乾燥や細菌コロニーの形成を防止し、暴露した末端神経の痛みを緩和する。ポリ塩化ビニールのフィルム、ラップサランラップは、応急のドレッシング剤として優れており、締め付けず火傷にかぶせるように覆う。次の選択肢は、清潔なコットン製シーツや、これに似たものである。セロハン製フィルムは、化学熱症の場合に悪化させる可能性がある。 水や生理食塩水に浸した包帯でも良い。亜熱帯の厚く湿気の多い気候では、細菌感染しやすいため、火傷を露出したままか、清潔なタオルで緩く覆うか、保湿性軟膏を用いる。イギリスの生命では、ラップを用い、なければ、代替として清潔な布、あるいは非粘着性の被覆剤を用いる。ラップは顔に用いない。 手近にあるコップの水でも、お茶でもまずかけること。15分ほど冷やしたら速やかに医師の診察を受けること。オーストラリアの研究者は、応急処置に、大器、アロエベラ、T3 岩油ジェルバーニードの使用は推奨していない。これらは、以前の豚を使った神秘までの深い熱傷。治癒研究により、治癒期間の短縮や、外観に差を生じなかった。アロエベラは、 ジェル状となり鎮痛作用はあるようだが、もっと治癒効果としては浅いやけどにおいて有益だと考えられる。t ツリーガン有冷却剤のバーニードジェルも期待できるのは主に鎮痛作用だが、広範囲の熱傷では低体温のリスクがある。厳禁された包帯や清潔な布で覆う。皮膚にアロエベラ成分を含むローションを塗る。脱水しているようであれば、 電解質を含む水を飲む。通常さらなる治療を必要としない。痛みがあり、近くは鋭敏である。湿潤療法を普及させてきた夏井厚氏によれば、ラップで覆えば痛みは収まる。ウーンズ・インターナショナルの2014年のガイドラインでは、抗菌剤としてスルファジア・ジンギンのクリームは一般的に使用されるが、治癒自体は遅らせる可能性があるとする。 日本皮膚科学会の2017年のガイドラインは選択肢の一つとしており、予後を良くするか不明であり、すべきとする意見、すべきでないという意見の両方があるとし、いいどの熱傷では使用を推奨している。また、日本では医薬品添付文書で軽症のやけどには疼痛を起こすため禁忌とされている。また、2017年のシステマティックレビューは9つの ランダム化比較試験 RCT を発見し、蜂蜜ドレッシングはスルファジア人ジ銀ンンドレッシングより良好とした銀クリーム6銀眼シンガーゼさん。同様に2015年のシステマティックレビューは6つの RCT を見出し同じ結論を下した。蜂蜜ドレッシングはスルファジア人ジ銀ンンドレッシングと比較してアイドとイードの熱傷に良好であり短期間で厳禁し、 治癒期間を短縮し、非公正反抗及び、公縮のない完全な回復は蜂蜜で81%、銀で37%であった。ケアは通常看護師が行い、以下の目的に基づく。一般に1センチメートル以上の水泡を除去し、小さいものは残す。手の水泡は動きに支障がなければ残す。絵師した皮膚を除く。 ウーンズインターナショナルの2014年のガイドラインでは感染が疑われる場合検査のために採取するが予防を目的として抗生物質の投与を所定とするのは推奨されていない日本皮膚科学会の2017年のガイドラインは所定の抗菌薬の投与は否定的な結果も多く有効性を不十分な根拠がないため明確な推奨ができないとするが 選択肢の一つとして提案するとし、リスクの高い例を挙げている。ドレッシング材には、以下のように幅広い種類があるが、どれがいいか結論するまでの強い証拠はない。理想的には、質順環境を維持し、形を合わせやすく、非粘着性であり、付け外ししやすく、それは、痛みなく、行え、感染から保護され、費用対効果がいいということである。 痛みは重要な考慮事項である。また、発展途上国では、洋膜、バナナの葉、パパイヤペースト、ジャガイモなど、高価なドレッシング材の代替的に用いられているものが効果的であると示されている。蜂蜜に関して、さらに言えば、イランで伝統的に使われる蜂蜜、ごま油、オリーブオイルを混ぜた軟膏が、イード熱症に有効であったという RCT がある。 幹部をを湿潤環境で保護し、上皮化皮膚の再生を待つ。具体的には、ハイドロコロイドなどの被覆剤を貼る。幼児では、熱症層の状態に関係なく、被覆剤で熱症層を密封した場合、発熱を見る頻度が高い。強い痛みがあり、視覚は維持される。新潤環境の維持のためはセリン難膏器剤を基本とする。 基本的に SDB と同じであるが、広範囲にわたる場合は、食費を考慮する。全周性の DDB には、幻聴切開を行う。痛みは、かえって鈍くなり、近くドンマがある。デブリードマン、エシ組織を除去するが第一選択である。広範囲であれば、食費の適応となるが、小範囲であれば、湿潤環境で保護し、周囲からの、上皮化を待ってもよい。 全周性のイイド熱症には、幻聴切開を行う。また、イイド以上の真っ黒に炭化した熱症を、4度、V 度と呼ぶ医師もいる。広範囲重症熱症における食費については、自分の別の部位の皮膚を使う、自家皮膚移植が最も勧められるが、それでも、熱症部分をカバーしきれない部分は、スキンバンクから取り寄せた、凍結同種皮膚移植により、創部の保護、 感染予防を行うともある。夏休みによれば、医師によっては2週間をめどに上皮化しない場合に、皮膚移植が必要と言われることがあるが、いい度と診断されても1から2ヶ月かけて上皮化する場合もある。神経が破壊されるため、無痛である。感覚も消失する。いい度以上の熱症面積が成人の場合20%、小児の場合10%を超えると、 全身状態が悪化するため入院治療が必要である。広範囲熱症では細胞外液が急速に喪失し脱水による低容量性ショックが起こる。これに対し乳酸リンゲル液の大量輸液が行われる。必要輸液量は患者の体重をもとに計算する公式が用いられ代表的なものにはパークランド法などがある。急速なサイトカインの流出による 浸透圧の変化に対応するべく、コロイド溶液、アルブミン製剤を用いる輸液法もある。また、広範囲熱症では、全身性炎症反応症候群、セルスやはじめ感染が起きやすく、遷炎すると多臓器不全を引き起こすため、これらの制御を目標とした集中治療が行われる。イー度熱症面積が小2で15%以上。 成人で30%以上のことを言う。一般に有益療法の絶対的適用である。代表が科学的腐食を受けた場合、初めになすことは、水で15分以上洗い流すことである。水溶性が低くても、連続的に洗い流されることによって、付着物の濃度が下がり、熱症の拡大を防ぐことが出る。中和などの試みは、まず効果を上げることはなく、 帰って熱症を拡大させる。呼吸器が侵された場合は、直後には症状が現れなくとも、数時間後に排水種となり、致命的になる場合があるので、軽症でも医療機関の治療を受けるべきである。治癒したら、色素沈着しないよう直射日光を避け、日焼け止めを用いる。ベビーオイルなど乾燥を減少させ、潤いを保つ。この際、成分の香量が、 皮膚刺激を起こすこともある。治癒後、半年までかゆみが生じるかもしれず、かゆければ、抗皮ヒースタミン薬を用いたり、夜間にかかないよう指の爪を切る。円を描くようにするマッサージ。衛生的にし、適切に栄養を摂取する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。